大原則ここからやけど、例えば 2-on-2 っていうゾーンやったとしたらどういうふうに考えるのいうことやねんけど、ここにボールがあるとしたら、ゾーンって相手がどんなゾーンにして、例えばこう上半分下半分って割るとするやんか。だから、場所を守ってるから、こういうふうに配置したらボールがここやねん。こっちからこっちは何対何？3対4。どっちが多い？赤オフェンスが。オフェンスが多いんで4対3です。で、こっち側は1対2やな。だけど、場所守ってるから、ここだけ考えたら、パスフェイクして、こっちに踏ん張って、で、こっちに、例えばこっちに出てきたら、ここは空いてる。まあ、要は、で、ここ出てきた。ここ下がった。だからここは空いてる。ここ出てきた。ここは空いてる。ということで入ろう。っていうふうに、4人で3人をパスフェイクしながら、ギャップを作る。ギャップというのは、空いてるところが。そういうふうにして攻めるのが基本です。で、2-on-2でもそうだし、これ3-2でも一緒やんか。3-2やったって、4対3やったんですよ。で、例えばここにパスが、まあ、出たと。あ、出えへんなと思ったら、ちょっとずらしたら、ちょっとずらしたら、相手。で、返した。出てきたとしたら、ここ。はい、ポン、ポン。もしくはシュート。で、この状況で、ここからパスが入ったら、ピュッ。なこれは今度こっち側が3対2になるな。分かる？こっちは1対2やけど、こっちは4対3。ハイポスト入った、ハイロー飛び込んだ、抑えられた、ピュッ、ノーマークキャッチシュートというふうにして、4対3、3対2みたいに、その数の有利なところを作ります。で、それ